この番組は再生リスト形式です。まず俺疑問に思っててんけどさ、マールなのかマールなのかどっちなん？あー、マールですかね。じゃあ皆さんマールって呼んだりしてくださいね。マールで、はい、よろしくお願いします。今まで紹介したアーティストともまたちょっと違う、私のまた別な好きを紹介していこうかなっていうのが、ちょうど今回いろんなものがヒットしてったんで、ちょっとバラバラなジャンルのところからいろいろ持ってきました。クロイさん、ブラスが結構入ってたりして、あとはベースラインが結構ねポン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 動いてくるね、かっこいい楽曲やね。とってもかっこいい、ブラックミュージックの雰囲気がもうプンプンに漂ってる。わかるわかる。ちょっと一瞬最後のブラスフレーズ、タイティンアップっていうさ、トラッドなブラックミュージックがあるんだけど、それのフレーズかなって一瞬思ったけど、ちょっとちゃうかった、でもなんかそういう R&B とかね、ブラック好きな人もこれは聴けるんじゃないかなと思った、うん、そうですね。すごいおしゃれな、でまたこれミュージックビデオも海外ロケで撮った。あ、そうなんだ。そうなんですよ。素敵な作品になってるので、もうなんかぜひ、見てみていただきたいですね。今回じゃあマールの中で特にこのアーティストをしたいみたいな人っている？そうですね、もうじゃあ本当に多分今まで紹介してない形で言うと、一番最後にご紹介したミーナ岡部さんだと思ったですよね。だと思った。俺はめちゃめちゃ好き。いや、私も大好きなんですよ。これはですね、僕はもうイメージ的になんかちょっとキザで申し訳ないんだけど、なんかね、ホテルの最上階のバーで、こう飲みながら聴きたい音楽やなみたいな。あ、でもすごいわかる気がしますね。なんかアダルトな感じがすごいするよね、そうですね。で今回のこの紹介した曲が特にドラマの主題歌なんですけど、そのドラマの舞台になってるのも横浜とかなんですよ。ああ、だからこれあれ、プロモーションビデオもこれ横浜じゃない？あ、そうですそうですそうです。もうなんだよ、そうだよね、まさにそのちょっと大人な、ちょっとも夜な雰囲気のあるかっこいい曲ですよ ね。ほんとほんと、こう生ビールって感じじゃないんだよな。ああ、違いますね。ね、なんかこう、女性はカクテルで、男性がなんかちょっとウイスキー、なんかウイスキーとかさ、ブランデー飲んじゃってるみたいな。確かに。そんな、ちょっとドレスアップした感じの雰囲気ですよね。でこのピアノワークもまたこれ素晴らしいと思ったんだけど、ミーナ岡部さんはピアノも弾かれる方なの？どうなんですかね、ちょっとそこまでそう見れてないんですけど。あ、そっかそっか。でもなんか小さい頃からずっと音楽には触れてきた方みたいで、デンマーク人の父親と日本人の母親を持つ、コペンハーゲン、拠点に活動するシンガーソングライターさんということで、デンマークに今も在住なのかな、どうなんだろう。なんかもともと小さい頃はいろんなところ、いろんな海外国々渡ってきて、今は多分デンマーク在住になるアーティストさんですね。でも今回私この本当にドラマとのリンクの仕方がすごいなと思っていて、ドラマ自体が、3つの物語がストーリーの中に入ってる、もう本当1日を3つのストーリーがいろんなところで展開されるっていうような話になってるんですけど、っていうところにピアノとベースとドラムっていう3つの楽器だけっていうところと、おふくろなりゆきさんプロデュースっていうところ、ミーナさんの歌声で大地山本さんのラップっていう3つの要素が重なってるっていうところとかっていう、なんかそのすごい3っていうワードが私の中でこの曲の中にすごいあるなと思って。あ、ちょっと鳥肌立ったわ今の。いや、すごいいいですよね。いい、素敵。なんていうおしゃれなと思って。おしゃれすぎるよね。あ、そういう仕掛けもあるんだ。そうなんですよ、もうそう思ったらすっごいこの曲も素敵すぎると思ってね。そっかそっか、世界観と相まって、いや本当にさらにこう、そっかそっか、引き込まれる感じが、要素があるんだね。素晴らしいですね。ちょっとこのミーナ岡部さんに関してはもっとこう話したい部分はあるけど、ちょっと尺の問題もあるんで、そうですね、ちょっとこの辺にしときましょうか。はい、そうですね、そうしましょう。はい、皆さん必聴です。今回、マールがピックアップしてくれたイベントについてちょっと教えてほしいんやけど。はい、
今回紹介したのが H2 エナジーフェスティバルっていうイベントで、東京ビッグサイトで開催されるジャパンモビリティショーの中のエンタメエリアイベントのものになっています。音楽だけのあれなんじゃないんだよね、フェスではなくって。そうですね、あのもともと4年前に開催されてる東京モーターショー、ああはいはいはい、はい、うん、があの名前を変えて今年からジャパンモビリティショーに名前が変わったんですけど、で、あのジャパンモビリティショーに名前が変わるにあたって、まあ車の展示だけではなくって、もう本当に日本の新しいモビリティのところを紹介する、未来を見せるみたいなところがテーマになっているので、音楽、イベント、エンタメというところも今回参入を大きくしているみたいな内容になっているみたいです。ほうほうほう、スポンサーももちろん協力で、ホンダ、トヨタなどね、世界のトヨタがついたりしてますけども。そうですね、うんうん、ね、こんな中でじゃあ、あ、芸人さんも出てる。そうなんですよ、あの芸人さんも出てたりとか、あの TikTok クリエイターの方であったりとかね、あの本当にそうですね、うん、ラジオブースがあったりだとか、もう本当にエンタメを集約したようなコンテンツになってるので、すごい面白いかなと思ってます。で、この中からマールが見つけてきたアーティストというのは、はい、あのミスターフォルテというバンドになってます。ミスターフォルテさん、はい、おー、これは初めて聞きましたが、どんなあたりが推しなんでしょうか。のミスターフォルテさん、 Z 世代の本当にど真ん中の世代の皆さんなんですけれども、もうということもあって本当同世代を中心に今話題沸騰をしてます。で、あの本当に今日収録日にまさになんですけど、 TikTok ライブもやってたりとか、あの TikTok が主催する TikTok ライブに出ていたりとか、今本当に、ね、そうなんですよ、うん、あのこれから来そうなアーティストになっているかなと思ってます。今回あの3組選出してくれた中では最もポップスを感じたアーティストさんやったかな、うんうん、そうですね、うん、聞きやすい感じですよね、はい、で、あのメンバーが休養をされてたんですけど、あの休養から復活して今回のフルメンバーで出した楽曲になっているので、まあ、そこもちょっと新たな聴きどころになっているかなと思っています。うんうん、今回のイベントの最終日ですね、11月5日日曜日の出演になってます。皆さんぜひチェックしてみてくださいね。じゃあ最後にもあるからですね、この H2 エナジーフェスティバルの日程だけ紹介してもらってもいいでしょうか。はい、H2 エナジーフェスティバルは10月28日土曜日から11月5日日曜日まで開催されています。興味のある方はぜひ足を運んでみてください。ぜひぜひ行ってみてください。FB コミュニケーションズ株式会社では音楽業界情報のミュージックマン、音楽業界求人情報のミュージックマンを運営しています。長年培ったネットワークを生かし、音楽業界人とアーティストをつなげていこうという企画がこのミュージックマン。各情報は概要欄をチェックしてください。 TikTok もやってます。果たしてこのチャンネルから未来のスーパースターが誕生するのか、次回もお楽しみに。